えー、はい、どうも、ZOZO ゾゾマリン薬病神系 YouTuber 大チャンネルです。えー、ということで、えー、早速なんですけれども、昨日ね、B モデルさんがあるツイートを上げておりまして、おもろい検定あった、つって。はい。えー、まあこんな感じのツイートだったんですけれども、えー、どうやらね、なんか、検定ごっこっていう、そういうサイトで、なんか B モデルさんに関する問題があるらしい。 っていうことなんですよ。で、思い返してみるとね、まあ、つい先日なんですけれども、僕ね、阪神タイガース応援 YouTuber の虎山さんという方のね、チャンネルに出演しまして、まあ、その時の企画が、第1回ビーモレル王ということで、まあ、ーモレルさんに関するそのクイズを、全部で15問あったんですけれどもね、はい。で、僕はもう、これだけお世話になってるビーモレルさんですから、もう、全問正解するのが当たり前だというふうに意気込みまして、はい、やった結果、2問間違えましたと。 えー、全問正解ができずに終わってしまったと。はい。そのリベンジを、まさかここで、果たす時が来るとは、思ってもいませんでしたよ、これは。えー、ということでね、まあ、早速、このビーモレル検定、えー、やっていきたいと思います。はい。今ね、初めて、この問題解くんで、問題の難易度だったりとか、あの、どういう形式の問題なのかとか、全くわからないんですけれども、はい。とりあえず、ビーモレル検定、やっていきましょう。目指すは、全問正解。大チャンファイティー えっと、まあ、ページがこういう形になってましてね。あ、すげえな、もうこれ。受験者がもう、1803人いるんですね、これね。なんか、どうやら今年の4月に公開したみたいで、これ。はい。結構もう半年以上前ですね、これね。さあ、それでは受験していきたいと思います。えー、全部で10問ですね。はい、やっていきましょう。えー、第一問。名前の由来はめちゃめちゃ簡単やん、これ。 しかも4択だし。えー、これはもうこれ3ですね。はい。ブラントモレルから B モレル。はい。えー、モレルの応援してるチームはめちゃめちゃ簡単やんけお。何回コラボ動画一緒に撮ったと思ってんすか。はい。でもこれ、作成者さすがっすね。ちゃんと楽天を選択肢に入れてるやん。<laughs> オリックスですね、これね。はい。モレルの推しはジェル 4番ですねモレルの好きな場所はこれはもうサウナですね。はい。モレルさんとも結構よく一緒にサウナに行かしてもらいますし。えー、これはもうサウナですね。はい。モレルさんの影響で僕もサウナにはまりましたから。えー、続いて、モレルの新しい仕事は、ちょっと待って <laughs>。一番見てよ、一番。うん。島内博明のマネージャーっつって。ここで島内のマネージャーはないやろー はい。えー、野球バーの店長ですね。はい。サークルチェンジという店が新橋にありますんで。えー、まだ行ってない方はぜひ、新橋駅から徒歩3、4分にね、サークルチェンジあるんで。僕、店長でもスタッフさんでも何でもないですけども、ぜひお越しくださいませ。はい。えー、野球バーの店長4番ですね、これね。じゃ浅村秀とモレルはなんて呼んでるか。3番に関してはもうこれ普通じゃん。 これちょっと選択肢がね、簡単すぎるよね。これはもう大言葉リックスですね。はい。もう皆さんご存知の通り。えー、続きまして、島内博明がチャンスの時に打ったら、どう言ってるここ島ウォイってなんだよ。ここ島ウォイって。まあこれはもうね、僕も何回も聞いていますし、僕も何回か言った覚えがあるんですけどもね。まあさっきちょっと言いましたけれども、はい。ここで島内はないやろ、ですね。まあこれ正確に言えば全部違うんですけどね。 ここで島内はないやろのロの後に、あの、ちっちゃいオがつくんで、本来。ま、あこれ本当は全部違うんですけどね。まあ、この中での正解つっ,ったら3番でしょうね。モレル視聴者は、えどこのチームが一番多いか。これはもうね、モレルさんの動画を普段から見てる方はもうお分かりの通り、え福岡ソフトバンクオークス。ちなみに、僕はオリックスが一番多かったです。えー、続きまして、モレルのサブチャンネルの名前は、ココシマチャンネルバイビーモレル。 ああ、なるほどね。こういうやつね。ここで島内を愛するチャンネルですね、これね。これ正解は3ですね。3なんですけどこれも本当は全部違うんですよね。モレルさんのサブチャンネル、え、魂の叫びチャンネルっていうのが、カッコでくくられてるんで、これちょっとあの、まあ、正解3番なんでしょうけど、これ間違いですよ、マジ。うん。問題簡単すぎですし、もう全問正解じゃん、これ。え、モレルの相方の名前は、モラル、モロス、デニム、デニズ。 ま、これ4番ですよね。デニズさんですよね。はい。なんか、無ニスとかもなんか、そういう語呂的なところで入れて欲しかったな、これな。はい。え、お疲れ様でしたというコメントが来まして、まあ、今から結果を見ていきたいと思います。はい。いや、全問正解だろ。え、簡単すぎないこれ。<ウ>さあ、結果が出ました。まだ僕は結果を見ていません。もうね、ここに多分バーンって出てると思うんですけれども、僕、パソコン見てないんで、皆さんにちょっと公開していきたいと思います。それでは、僕の結果の方、こちらです 何が違うんだよ。全部合ってただろうよ。ね。ということでちょっと答え合わせの方をしていきましょうか。どこが間違ってたのあ、もう早速2問目が違うじゃん。え、モレルの応援してる地。あの、正解が楽天になってるんですけど。 いや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 、僕何回もサークルチェンジ言ってますけど、あの、オリックスのユニフォーム着てるとこしか見たことないぞ。ああ本当は違うんか、これ。え完璧、E モレルやん、もう。ええー、嘘じゃんでも、こういう風にも捉えられますよ。はい。モレルさん、オリックス好きすぎて、もう応援の域を超えちゃってるみたいな。 うん、もう応援じゃなくても愛。愛しちゃってるんだよっていうところで、モレルさんは楽天応援家ファンじゃないですか。そっちの応援のことを言ってるのかもしれないですね。これもしかしたら。まあこれは引っ掛け問題だわ。うん。でもこれ、まあこの問題がね、結構、やっぱりオリックスバファローズを選択してる方が多いんですよ。割合的にも。で、これオリックスファンを選んだ人は、おそらくこう思ったでしょうね。うん、はい。もう完璧言いもれるやんと。 あの、多分みんな知ってるかと思いますが、あの方は熱血なオリックスファンですので、はい。熱血なオリックスファンなんですけれども、まあ、僕も E モレルが否定しないかな。うん。そして、え、もう一問間違ったところがあるということで、はい。続けて間違ってんだ、三問目。モレルの推しは。えシュンチェルじゃないのえいや,いや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 。 B モレル、損卓オールスターズにもしっかり入ってるじゃないですか。ずーっとシュンチェル、シュンチェルって叫び続けたじゃないですか。それで正解がまさかの、HEY!T! ほんまえー、こっちでしたね、正解が。まあ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 。推しに関してはね、もうモレルさん自身が決めることですから。あ、そういうことですね。まあ、シュンチェルはちょっと中日にね、トレードで行っちゃいましたから、まあ今、オリックスにいる中で好きな選手って言ったら、いや、T 選手になるんじゃないですかね。いや、そんなことあるかいや、これがいるじゃないですか。これが。 ラから始まる外国人選手がいるじゃないですか。ラベルラーよりヘイティーでしたか。 あ、そうですか。はい、わかりました。えー、ということでね、10問中8問正解ということで、まあ、本当だったら全問正解だったはずなんですけれども、まあ、ちょっとね、引っ掛けに食らったということで,で、今回も2問ミスということで、お疲れ様でした。えー、皆さんね、もし、えー、この検定やりましたら、ぜひ何問正解できたとかコメント欄に書いていただけるとね、あの、非常に共有とかもできると思いますんで、そこのところ皆さんで、えー、楽しんでいきましょう。ということでね、多分、モレルさんも、 同じ動画を上げてると思います、本日。あの、これ全くまた、あの、パクろうと思ってパクったわけではなく、はい。たまたま一緒になってるだけなんで、はい。そこのところは、よろしくお願いします。ということで、これからも、ビーモレルさんとは、応援してるチームは違いますがね、仲良くやっていきたいと思いますんで、皆さんこれからも、大チャンネル、そしてビーモデルさんの動画の方、見続けてくれればなと思います。それでは、モレルさんがいいモデルだったということで、はい。えー、この動画締めたいと思います。ここでいいモデルはないやろー